い、それでは手玉を使った、自主練習やっていきたいと思います。今日やるのは、ボールを、まずキックしてワンバウンドのリフティングなんですが、指定をします。リフティング最初蹴ったボールワンバウンドしたら次は必ずももで触ってください。ももで触るということはボールがこの高さまでワンバウンドしなきゃいけないので、蹴るボールが必然的に最初高くなります。そうするとバウンドも大きく変わりますが、それについていってしっかりと体の正面のももで捉えて次につなげていく、こういったことをリフティングの中でやっていってほしいなと思います。はい、ではやってみましょう。まずはボールを蹴ります。高く蹴ればももまで上がってきます。で、ももで捉える。 OK です。次は2回挑戦してみましょう。ワンバウンドさせたボールをもも、これで1、連続で2、はい、 OK です。で、今度は、胸でもやってみましょう。胸だとさらにももより高いのでバウンド量も大きくなりますし、最初のキックの精度も、重要になってきます。ではやってみましょう。高いボールを蹴って胸で捉える、これで OK です。今1回できたら今度2回挑戦してみましょう。高いボールを蹴って胸で捉える、これで1。高いボールを蹴って、はい、今のようにやはりバウンドを不規則に変化していくので、どうしても難しく、なるんですけれども、これを大事なことはついていくことです。最後まで足を伸ばすんではなく、ギリギリまで手玉にボール体を近づける、そういうことを意識して、もう一度やってみましょう。高いボールを胸でコントロール、高いボールをしっかりと手玉に近づいていって胸でコントロールします。はい、今はボールが大きく離れていってしまいました。なんですけど、それについていくことが大事です。たくさんできたも大事なんですけれども、いかに手玉についていけたかというのも大事になってきます。で、これもできるようになってきたら、ワンバウンドの蹴り上げもインステップではなくインサイドで蹴り上げてみるとか、アウトサイドで蹴り上げてみる、で、ももでコントロール、胸でコントロール、そういったバリエーションを増やしてもいいかもしれません。ボールに合わせてついていくというのを意識して手玉の自主練、ぜひやってみてください。